はい、皆さんこんにちは、ワーナルグリフィッシュです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガダシャーディスククワトロ編の続きをプレイしていきたいと思います。天から来るもの、私がカミーユと共に空に上がって間もなく、チターンズはグリプス2を改造し、コロニーレーザーを完成させた。それは支配する者の欲する力となり、エウーゴ、チターンズ、アクシズの戦いはコロニーレーザーをめぐる戦いへとなっていった。そのためにエウーゴはハマーンとも手を結び、ハマーンもまたチターンズとエウーゴが自分の手の内で踊っているのを嘲笑していた。そのハマーンの業がアクシズを向けさせ、ゼダンの門をも砕こうとしていた。百式、こんなところに。ここはジェリードのバイアラですね。なんだ。アポリーがやられた。アポリー注意。アポリーを。これが戦争だろうが。バイアラン戦か。バイアランも格闘メインの動きが速いキャラですよね。先制を食らってしまったしかない。できるだけロックオンしてもなかなか当たらないな。というかほぼ当たってない。ライフル全弾撃って16発ですね。全弾撃って一発も当たってないな。ちょっとこれはなんか普通に戦っててもようやく一撃か。二撃。三面戦車、なんかうまく組み合わせながら。接近されるとかなり不利だな。ではちょっとこののらりくらりと射撃戦をやりながら、最終的に勝ってるという状態を作りましょうか。あんまり距離離れると逆に当たらないな、ここは。詰めてった方が当たるかもしれない。ただ、格闘だけは絶対に食らわないようにしないといけないですよね。なので、ちょっとこの見下ろし視点だと戦いやすいので、この見下ろし視点で接近戦を挑みつつ、ライフルを確実に当てていくという感じでいきましょう。金色め、赤が戻ってきましたね。ご苦労、クワトロ隊。アポリー注意が戦死した。そうだ。ゼダンの、旧アーバオワクですよね。ゼダンの門を失ったティターンズをさらに追い詰めるため、ね、エウーゴはメラニー・ヒュー・カーバイン会長自らアクシズとの直接交渉に乗り出した。とてもお上手です。感服いたしました。そうか、それはよかった。私も早くジオンを再興し、一つのところに落ち着きたい。その時にはシャーにもそばにいてほしいものだ。お前は私のことを一番理解していてくれるような気がする。ミネバ様。だがその一方でハマーンはジャミトフ・ハイマンとパプティマス・シロッコとも会見を持っていた。
グアダン内にはそれぞれの思惑が渦巻いていた。ハマーはここには我々二人しかいません。シロコ、そういうことだ。すまないジャミト。はい、というわけでいよいよクライマックスに近づきつつありますが、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。